はい、ゴリゴリの時間がやってまいりましたってことで、今回はですね、正しいトップの作り方と、まあ、それに伴って正しい、バックスイングの作り方、これをね説明していきたいと思います。構えてから上げるまでで悩んでしまうんですね。あれ、こうやったっけな、こうやったっけな、で、あれ、この辺やったっけな、こうやったっけなってなると思うんですよ。まあ、そうなるともう上げるところからも不安でいっぱいでスイングできなくなってくるんですね。なのでそのね、上げるとこ、これすごくねスイング作りとしては大事になってくるポイントになってきます。で、どこから振り上げるか、どこの筋肉を使って、振り上げていけるか、まあ、それによっても全然スイングの形変わってくるので、まずね、バックスイングの、作り方について説明をしていきます。バックスイングですね、構えて上げるときに、まあ、これはね、見ても分かるように手で上げると大事ですね。しっかりと体が使って、で、特にどこの体を使うかっていうと、お腹のこのおへその向きとこのグリップ、これ一緒に上げてください。そうしないと手だけ上がってきたらまた手だけで降りてきたり、体だけ先行っちゃうと体だけ痛いのしやすくなる。一緒におへその向きとグリップ、これ大事になってます。で、まあ、そこを上げていきます。で、手元が前に出たりとかしないように、手元をこれ意識してください。手元をまっすぐ、ヘッドと手元が平行にまっすぐ、おへそを動かしながら、まずはここまでの練習をしっかりとしていきましょう。で、半分地面とクラブが平行になったところの時のこのヘッドの角度、これ前傾と合わせてください。これが開いたりとかすると、そのまま開いて降りてきたりとか、閉じすぎると先から見たりとかしやすくなるんで、ここすごく大事になってきます。アプローチとかでもここがビジネスゾーンとかね、インパクトゾーンって言われるところすごく大事になってくるんで、ここで気をつけて。で、まあここまで来ました。じゃあ次ここまで上げていくんですけど、その時右肘、この肘と肘の間、近すぎないように気をつけてください。最初に構えたこの肘の感覚、これ変わらないように同じ肘の感覚で開いたりとか閉じたりとかしすぎないように気をつけて上げていきます。で、その時に体の前に手元は置いておきます。体の正面から外れたとか、これは大事なので、しっかりと体の前に置いておきます。これが大事で、次トップ、これがすごく大事になってくるんですけど、トップのこの手首の角度、これがこっち側、左手で言うと背屈っていう動きですね。背屈って動きになると、これが降りてくるとき開きやすくなる、スライス出やすくなる。捕まったものでは上げていったときに、この手首、こっち側に倒すようにしていきましょう。右手で言うと何かあの物を担ぎ上げるような感覚ですね、を作っていきます。なぜこっちにするかというと、まずこの動きを作ってあげることによって、インサイドから盛りやすくもなってくるし、ベースのキックも合わせて打ちやすくなってくるし、ハンドファースト、これもできやすくなってくるので、要はボール持ってるとします。ボールを投げるときってこうなると思うんですね。この角度を作っておかないと勢いが出せなくなるんで、しっかりとこれを作る。そうするとね、ここのね、右脇もしっかりと締まりやすくなるんで、こんな感じ。お腹と一緒に上げていって、角度気をつけて、で、そのまま肘と肘が開かないように気をつけて、この角度。これがトップになります。そのままこの角度をキープしたまま、これを意識するとバックスイングで、悩みにくくなります。特にこのね、上げる時の指導、これがすごく大事になってくるので、一度まあね、やってみたいと思います。
のが決まってきたらスイング、良くなってきますで不安感もなくなってくるんですし、これをね、しっかりとバックスイングの形を作ってできるように皆さん、鏡とか動画とかでチェックしながらやってみてください。では、以上になります。ありがとうございます。